自然とと怒りが込み上げると言いますか <laughs> 台本以上の,あのだらしなさ <laughs> あらそんな言うみたいな <laughs> 思ったより言うじゃん表彰状は安倍市長プレゼンターは高野市長です主演女優賞をというものをいただいたのは私は今回が初めてで本当にもう飛び上がるほど 嬉しかったです「悲劇愛妻物語」という作品のチカという役は、えー、と,とてもこう私の手元にこう来てくれた時にこう運命的なものを感じました、えー、絶対にこの役を私がやりたいと心から強く思って、えー、とそんな役でこの賞をいただけたというのがとても嬉しいです水川さん自身はこの役演じていて何か共感できるようなところというのはあったんでしょうか 共,共感でですか <laughs> <laughs> そうだな、でも共感というか、まあ、そうですね、あのー、浜田岳君の横にはあのー、役のモデルとなる監督がいつも現場にいるので2、えー、人が並んだ顔を見てると <laughs> あの自然と怒りがこみ上げると言いますか <laughs> あの自然とイライラするっていう。あのー 状態でした浜、はい、<laughs> 田岳さんです <laughs>、えー、表彰状は牧田理事プレゼンターは竹内院長ですダメ男の願望を体現しつつ家族への愛情をもにじませ唯一無二の憎めないキャラクターを作り上げました第十二回多摩映画賞において 本年度最も映画ファンの心に残った男優としてここに表彰しますいや何ともお恥ずかしいですね <laughs> いやでも本当にあこのような賞を頂けてうれしく思いますあのー、もう本当に監督をはじめ我々とても小さな家族のひと夏の思いがですねうん世界を変えてしまうような渦を乗り越えて 9月11日に公開できたこと、それは本当に奇跡のようなことで、夢のような時間でした、それをお客様にうんそのような光景を体験させていただいて、本当に夢のような時間でうん俳優をやっていて、こんなに幸せなことがあるんだなっていうふうに素直に思える作品でした、あんな役だけど、だけど、そしてそれだけでは、 それだけでももう十分だったのに、うん、今回このような熱い思いのこもった映画祭にそして、うん、こんな逆境を乗り越えてくる、うん、本当にたくましいこの映画人の皆様の前に、うん、立たせていただけたこと、うん、これもまた奇跡でこんな夢のようなことが短期間に、うん、味わわせていただいていいのかな。うん、この映画はすごいなと。 思いますただちょっとできすぎなのでこれはたちの悪いドッキリかなんかですかね正直言うとこのトロフィー僕のトロフィーだけここから火吹いて爆発するんじゃないかと思ってょちょっと今遠慮したいんですけどもでも本当にうんこのような幸せな思いをさせていただいてありがとうございます水川さんとのですねさ最初の撮影のシーンでなん、はい、でももう想像以上に水川さんに迫力があって、はい、驚かれたそうなんですけど。やっぱりもう 撮影入るまでこう自分のイメージで台本と向き合っているのはもうあくまで机上の空論だなっていうのをもう水川さんに教えていただきましたねあれ、そんな言うみたいな <laughs> 思ったより言うじゃん大丈夫かな僕、撮影持つかなと思ったんですけど奇跡的にあの男と僕のなんかこうちょっとした図太とさっていうのはシンクロしてたみたいで日に日に慣れていった感じですかね、僕も。 はい、ではその後ろで聞いていらっしゃる水川さみさんにもお越しいただきたいと思います。水川さみさんです。再びお願いいたします。<laughs> 壁があるだけ話しやすいんでしょうかね。それともやっぱり怖いんでしょうか。<laughs> はい。えー、水川さんどんな意気込みでこの夫婦のシーンというのに望まれたんでしょうか。<laughs> うん。意気込みそうですね。あのー、まあ意気込まなくても。 いられました。<laughs> という感じがします。水川さんにとってはもう台本通り。やり切った感いやはい。そうですね。あ、はい、私ですか？私自身ははいそうですし、うん、台本以上のあのだらしなさでした。<laughs> はい、もう僕これというセリフがないんですよ。<laughs> ひたすらこう。<laughs> 彼女の罵声にこうどう耐えるかというか耐えるというか何ですかね？こうボクシングの語でスリッピングアウェイって言うんですけど。 当たってるように見せて当たってないっていう、うん、そのギリギリの線でかわして生きていくっていう毎日でした <laughs>、はい、そうですねずぶっとさが半端じゃなかったここでこの夫婦のモデルとなった本作の監督足達慎さんと奥様の明子さんが駆けつけてくださいましたどうぞご登場ください はいえー、それでは、でブーケをお渡しいただいて、なんかまた面白い光景が浮かび上がって、<laughs> 水川さんの怒りがこみ上げてきそうで怖いんですが、<laughs> 失礼ですが、ア子さん、普段監督にあのようなノリでおっしゃってるんでしょうか普段はもっとひどいですね、濱 <laughs>、まあ、田さんが演じた豪太の千倍くそなんで、まあ、私もどん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 怒っても、響かない。<laughs> 響かないですけどなんてこうあ横で撮影風景を見ててあの素敵な夫婦だなというふうに思いながら見てましたけどでもたまにこうちょっと水川さんの罵声がフラッシュバックすることがあって <laughs> あの頭痛がすることは今後トラウマにならないように <laughs> 気をつけていただきたいと思います。ありがととううごござざいいままししたたおめでとうございました